皆さんこんにちは、匿名希望でございます。高画質でお送りするゼノサーガフリークスパート24です。前回はですね、グノーシスの名前をどんどん並べていくというパズルに入りました。で、今回もそれをやっていくんですけど、このねグノーシスのやつはね、普段使ってる語彙とは違う頭を使うパズルですごく苦戦しました。3つか4つぐらい辛かったのがあるんですけど、その1つがこれですね。皆さんも一緒に考えてみましょう。ペンリルとかじゃないんだろうな。あ、違う、ここミノタウロスね。なんか同じだな、さっきと。リアノーン氏、同じだな、さっきと。オーガもう置けないみたいだ。あー難しい、これちょっとさっきより増えたけど難しいな。あんまりグノーシスの名前に固執しない方がいいかもな。なんかティアマトはもうここティアマトしかないよね。でもなんかあるかな。いる。いるマト。いない、ダメ、いないマト。コボルとケルベロスの流れは良かった気がする。コボルト、ケルベロス、バグベアまでの流れはいいと思う。この連結していく感じはいいと思う。ストリボー、ここもね。バジリスクもまあいいんだろうな。ミンティア、ティアマト。あ、やっぱここは外せないんだね。ここが違うのかな。ミノタウロスやめた方がいいのかな。ポーン、ポーン。あ、時間がない、時間がない。ダメだ、なんか毎回同じ道を歩んでる気がする。なあなあ、ああ、ああ、あ、オーマイガー、時間切れ、ダメだ、もう一回やろう。難しいな。
もう開けないみたいだね。やるじゃない。
できたスコアを更新します。そうか、ディーモンがいたか。ディーモンとフェアリーがいたか。全部グノーシスめ。あなたの性格はネピリム。自然を愛する純真な心、自らを自然の一部とするあなたは人からネピリムみたいってよく言われるはず。いつもその輝きを忘れないで。ハッピー指数は 0%。 泥沼の人生なんだろう。全部ガーゴイル名にしたのに自然を愛する純真な心っていうのが皮肉だよね。ステージの選択を、じゃあ次これ、X バスター。3文字以上の言葉を6個作れ。おい、 X バスターで難問を突破。3文字以上か。おお、伸ばし棒多くない？お、久々に50音が全部ある。じゃあクール、ルース、これルッカっていけるかな？黒のトリガーのルッカって。ルッ。ない。ルやめよう。く。三文字か。す。スーター。あのなまった時のセーターの言い方。スーターみたいなないのかな。難しいな。3文字か。くもうなんか左の手使い方なくない？くクール以外か思いつかない。あ、空気ないな。つが真ん中に入る言葉って何かあるかな。いや2個目のたがないじゃないか。じゃあタッチ。呼吸を止めて1秒あなたは真剣な目をしたからのタッチ。タッチ、チタン、バカ、スカ。
を真ん中に入れるだけで3つ言葉を作らないといけない。たたんぐすえつ、ダメだね。つんく、あ、もうんがない、だったもんね。リスク、リスク、リじゃちょっと多分足りないだろうな。なんか今ありえない髪型した気がするけど。足り、リ、あ、リックスだ、あれリスクじゃない。リスクのつもりで置いたらリックスだった。ダメだね。難しいね、これもね。置ける場所がほとんどない。3文字以上か。じゃあとりあえず真ん中にんは置いてみようか。でここに置くとハンターができるね。ハンター、ハク、ハクリ、ハク、ハクバ、ハクリ、ハクリ、やるじゃない。じゃあそこにリで、リはもうないから、やるじゃない。レンク、レンリがないんだ。じゃあ死を入れて真理とかあるかな。真、真理、オッケー、いけるんじゃないかこれで。次に半語、半語、オッケー。うん、やっぱ運は強いね。更新します。3文字系の真ん中に運は強いね。人、文武両道、学術にもスポーツにも精通する人のようなあなた。何でも器用にこなし人から信頼されているあなたでも、弟や妹には弱い一面も。匿名さんは一人っ子なので問題なしです。ハッピー指数は 47%、 ちょっと憂鬱。ステージの選択を、ナンバー666、ガイナンさんの手に彫ってあったなんか字だね。ガイナンを1個、ガイナンを1個作る。ジュニアは666、ガイナンは669。あ、あーそっか、669か。で666ジュニアさんがなんかの番号なんだろうね。なんか過去の記憶でいっぱい出てきたあのジュニアさんみたいな見た目の少年。ところてん式ブロック、ところてん式選ぶくんの暗いところのブロックは掴むことができないよ。上のブロックを使うと下から押し出されてくるよ。どういうことだろう。あ、準備はいい？はじめ。あ、なるほど。上のを使うと下のがせり上がってくるんだ。ガイナンを一つ作れ。じゃあとりあえず本動画はご覧の素材を利用して作成しております。フォント素材はよく飛ばない鳥様より、音声素材はミュージックイズ VFR 様よりお借りしております。ご覧の皆様もぜひ一度お立ち寄りいただけますようよろしくお願い申し上げます。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。またねー。